らあら、気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の絵姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。勝手に入ってきちゃダメ。嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。たった今、フミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。ついに、始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。モンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。頼もしい限り。着いたみたいだね。うん。佐藤さんがキャンプに集まれって。
そのモンスターの名はオンコリュウ、マガイマガド。百竜夜行と共に現れ、その群れを食らう化け物だ。食べるんだ。50年前、里は百竜夜行に加えオンコリュウにまで襲われ、被害はより大きなものとなってしまった。それが今回も。案ずるなよもぎ、今の我々には頼れるハンターがついている。お前にオンコリュウの資料を託したい。佐藤を危機から救ってはくれまいか。私も手伝う。一緒に狩猟する。僕もどこまで役に立てるかわからないけど。その意気がよし。しかしハンターでない者に狩猟を任せることはできん。でも里を守るとは彼の身にあらず。お前たちは自分にできることを精一杯やればよい。僕たちにできること。炎のごとく日々を力強く生きろ。さすれば答えはおのずと見つかる。では里に戻るとしようか。マガイマガドの狩猟、お見事でした。ん、お前こそ真の強者よ。おっかりー、マガイマガド狩猟したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。カムロの若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ新しいお団子作るぞ。マガイマガド団子、黒ごまでこうね。あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ。これで肩が軽くなったわ。
どうにか守りきれたな。みんな、よく耐えてくれた。百竜夜行、
こたびはいつまで続くのでしょう。原因がわからん以上何とも言えんで下戸ね。こう言い続けて早数百年。あれは？初めて見るやつだ。日の絵、どうした？水はいずこ、水はいずこ。この孤独と焦燥は、あのモンスターの衝動。風神竜は？おお、撃退したか。よくぞ、よくぞやってくれた。姉様。あ、胸騒ぎは収まりました。いぶし巻彦はいずこか遠くへ立ち去ったようです。これで百竜夜行は収束していくはずと言いたいところで下戸が。いぶし巻彦が現れた理由。姉様がおっしゃっていた対の存在。謎は謎のままだな。日の絵、見ろと。里の衆にはまだ警戒を解くなと伝えろ。かしこまりました、佐藤さん。佐藤さん、お伝えしたいことが。ご苦労、うつし。ミノト、里の衆を集めてくれ。追っていた雷神竜、鳴葉忠姫の居場所が判明した。風神竜、いぶし巻彦と対になる存在。これを討伐すれば、百竜夜行はようやく収束へと向かう。ですが、ギルドから派遣され鳴葉忠姫に挑んだハンターたちはいずれも壊滅状態とのこと。そこでいぶし巻彦を撃退したハンター宛てにギルドから討伐依頼が届きました。そういうことだ。どうだ、やれるか。うん、そうか。絶対、絶対元気で帰ってきてね。やられちゃったら承知しないんだから。あなたは僕の、いえ、この里の誇りです。田村の民は家族、一心同体だ。君の堂々たる姿に災いにあえでいた我々がどれだけ勇気づけられたことか。たとえ苦しい修行になったとしても、家族が故郷で待っていることを忘れるな。さあ、里の衆、我らのハンターが大勝負に打って出るぞ。協力を惜しむなよ。
この下か。深すぎてそこが見えんな。ミナト、ナルハタタ姫の気配は消え去りました。お見事です。ん、まさに異列、古今並びなき大手柄だ。日の絵、湊、宴の準備はすでに抜かりなく。よろしい。では里へ帰るとしよう。皆が待っている。佐藤さん、雷神竜は、ついよついよ、今こそ巡り合わん。獅子孫さん、大地へあまねく。いぶけ風、なれ雷鎚。